ッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第7節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。デルピエーロ、タッキナルディ、坂口、コンテ、ネトネト、ダービッツ、クリスチャン・ゼノーニ、ユリアーノ、チュトル、山下、ブッフォン。試合が始まりました。あくまでも勝利への気概を堅持します。スローイン、タッキナルディ、スローイン、ネトネト、ディフェンダーも必死です。決まった、ゴール、エクセレントゴール。まさに電光石火、あっという間にゴールが決まりました。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ、彼は本当に視野が広いですね。これはピンチ、千葉の香りもかぐわしいドリブル、ゴル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 、確実に点を重ねます。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。弓とカラン、シュート、ブッフォン、なるみたかゴール。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ねじ込んだ、流れを止めた、20分経過、ドリブル、こぼれたのを押し込む、ゴール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 、決まった。得点は4対0。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。坂口、カン・ユンソン、
スローインです。スペースを埋めないとスローイン。坂口、今日は絶好調、ハットトリック達成、天才のエスプリをまざまざと見せつけられた気がいたします。さあもう一度見てみましょう。蹴り込む、さあここから棒を攻めるチュトル、坂口、必要にチェックを仕掛けます。入った、ゴール、ブリリアントゴール。得点は6対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、前半残り5分です。体を入れてきます。これゴー、なんてアートな。得点は7対0。さあもう一度見てみましょう。ネトレト、動き出しが素早いです。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。ピッチを優雅に徘徊します。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素晴らしい。アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。
クリスチャン・ゼノーン。フリーにさせてはいけない。決まった、ゴール、エクセレントゴール。さあもう一度見てみましょう。いきなり始まるドリブル、上げてきた、できた。坂口、ボールを囲んでいきます。シュート、ゴール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 。ダイナミックゴール。見事ハットトリックを決めました。今日はキレキレですね。天才のエスプリをまざまざと見せつけられた気がいたし。後半20分経過しました。タッキナルビ、見たか、ゴール。さあもう一度見てみましょう。タッキナルディ動き出しが素早いです。すごいスコアになっています。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。ねじ込んだ、動きだ、芝の香りもかぐわしいドリブル、中へ放り込む空中戦。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ピッチを優雅に徘徊します。山下、芝の香りもかぐわしいドリブル、アンビリバブルゴール。もはやノーガードの打ち合いといった様相を呈してきました。さあ、ムボ・ムペンザ、山下、デルピエーロ、入った、ゴール、ブリリアントゴール。もはやノーガードの打ち合いといった様相を呈してきました。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。デルピエーロ動き出しが素早いです。
ムボ・ムペンザ。ヘッドでパスを送る。すでに試合時間は85分が経過しています。計測したフォーメーションを突き破るドリブル。なんてアートな。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。試合終了です。圧倒的な強さで一勝を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんどうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。